ダニー・ガブリエル・カルバハル・ロドリゲスは、コスタリカ出身のプロサッカー選手。J リーグ FC19 所属。ポジションはゴールキーパー。元コスタリカ代表。2017年6月、リーガ・エスパニョーラのセグンダ・ディビシオンのアルバセテ、バロンピエに移籍した。2018年、J2 リーグの徳島・ボルティスに期限付き移籍。登録名はカルバハル。J2 第2節、熊本戦で、 J リーグ初出場を果たした後は、7試合連続で先発出場をしたが、第9節、寄付戦以降はサブに回り、公式戦出場は天皇杯1試合のみに出会った。徳島への移籍期間は7月30日までに短縮され、8月から同じく J2 のミトホーリーホックに完全移籍で加入したものの、ミトでの出場はなく、シーズン終了後に契約満了により退団。 2018年12月、J ーに昇格した FC 琉球に移籍。J リーグ3クラブ目にして、不祥事を除き先発に定着し、同年はリーグ戦30試合に出場した。2020年より登録名をファーストネーム込みのダニー・カルバハルに変更。同年は新潟から田口順人が加入したこともあり、28試合の出場に止まった。 続く2021シーズンの開幕戦は、田口が先発に抜擢されたため自身は控えに回り、さらに控えのポジションも、井瀬康介に譲り、自身はそれに次ぐ3番手となった。ありがとうございます。